オーステンはドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州クックスハーフェン郡の最も東に位置する町村である。この町はザムトゲマインでヘブモールに属している。オーステンはオーステ川下半のオースターマルシュに位置している。オーステンの地区ズエルベ川とオーステ川の川口地域には紀元前からすでにゲルマン人のカウキー族が定住していた。 森土をした平地の集落は十二世紀まで存続していた。この頃、小宅地や湿地の計画的な農地化が始まった。土地の管外、排水用水門を持つ堤防、掘割、掘りが作られた。オーステン集落は1220年に初めて文献に記録されている。この集落はフォンデアオーステン騎士家がブレーメン大司教の風神として漁していた。 1250年以前に、この一門の若い息子がポンベルンに移り住んだ。現在まで存続する、この家は、オーステ川の波帯とブレーメンの鍵を紋章に、用いている。1391年の激しい嵐で、街道、水門、教会に、甚大な被害が生じた。1450年から1650年まで、レネ家がオーステンに封じられた。 この家の紋章に見られる川が当時のこの町の行員であった。現在の市の紋章はかつての土地領主であるオーステン家の紋章によっている。その後、スコットランドの遍歴騎士アンドレアス・フォン・メルビルがこの地を手に入れた。その娘のシャルトッテ・ゾフィーは1690年にアレクサンダー・フォンデア・シューレンブルクと結婚した。アルテンブルク集落の騎士領は1748年に 遺産相続によって、現在もこれを経営している、修練ブルク博のものとなった。オーステンは1526年に、福音主義に転じた。1717 17年のクリスマス洪水により、オーステンで17人の死者が出た。1773年には大火災によって、合計42件の家屋が破壊された。1852年に、プロイセン王国のアムトウステンと、 オーステン区裁判所が設けられたことによりこの町の重要性が増した。1881年、この町はバスベックオーステン駅によって鉄道ハンブルククックスハーフェン線に接続した。プロイセンの行政改革に伴い、アムトオーステンとアムトノイハウスからノイハウスアンデア、オーステン軍が創設され、オーステンは政治的重要性を失った。1909年に、 重要な都化施設である運搬橋が完成した。この施設は現在、この町の象徴的建造物となっている。現在の自治体オーステンは、ニーダーザク編集州の市町村再編によって1972年7月1日に、それまで独立した町村であった、オーステン、アルテンドルフ、イーゼンゼーが合併して成立した。オーステン区裁判所は、 設立から122年後の1973年に廃止された。オーステンの町議会は11人の議員で構成されている。これは人口1001人から2000人のザムトゲマインデに属す自治体の議員定数である。議員は5年ごとに住民の選挙で選出される。町議会は議員のカールステン・フーベルトを任期の名誉職の町長に選出した。 図柄左右に分割。向かって、左は青地に4本の銀色の波体。向かって、右は銀地に分割線から半身を出した金色の爪とくちばしを持つ赤い和紙。解説、この紋章は、1633年のキルヒシピール、オーステンの印象に由来する。波体は、オーステン側と町内を流れる、その他の川を表している。波体は、 1219年に最初の文献記録が残るオーステン貴族家の文章から取られた。聖ペトリ教会聖ペトリ教会様式に従ったバロック教会聖ペトリ教会は1746年1747年にハンブルクの建築家ヨハン・レオン・ハルト・プライによってレンガで新たに建造された。プライはハンブルクの主教会であるセーミヒャイリス教会の 共同建設者であった。教会の規模が当時のオーステン住民の豊かさを現在に伝えている。創建当時からの内装調度が変わることなく残されている。それはハンブルガー・ミヒエルに似ている。高さ10メートルを超える後ろ壁を持つバロック様式の高段付き祭壇、3階建ての西のバルコニー遺跡、長い領主席。 大きな境界道を覆う豪華な装飾が施されたボールトが高機場ロック様式で統一され深い感銘を与える。オルガンはヤーコプ・アルブレヒトが1751年に制作したものである。ベターネル兄弟によって古い全面管に新しいオルガンが取り付けられた。このオルガンは1992年に修復された。 オーステンの運搬橋運搬橋オーステンにはドイツで最も古い運搬橋がある。これは1909年からオーステ川の都下に用いられていた。その設計は高さ30メートルの大型帆船が通行することを可能にした。建設当時オーステ川はまだ船舶が活発に行き交う重要な交易路であったが、現在では川の観光利用に主眼が置かれている。 この運搬橋は18トンの積載容量があり、乗用車8台、または100人までを同時に、約3分で対岸まで渡すことができる。この運搬橋は、現在、技術的建造文化財となっている。1974年から、連邦道 B495 号線でオステ川を渡ることができるようになったため、この運搬橋は主に観光目的で運用されている。 この種類の運搬橋は世界中で8機だけが知られておらず、これが文化財指定の意義である。このうち1機は、レンツブルグに、他は、スペインや、その他の国にある。スペイン国王フランカルロス一世は2003年に新設された運搬橋国際連合の主催者となった。2004年に開通されたブレーマーフェルデからキールに至る観光街道、ドイツフェリー街道は、 このオーステンの建築文化財とドイツのもう一つの運搬橋とを結んでいる。もう一つの運搬橋はレンツブルクとオスターレンフェルトとの間の北海イーコールバルト海運河にかかるもので2005年からオーステンと運搬橋を県とするパートナーシップを結んでいる。この運搬橋は2006年から完全に修復され、再び人々を運ぶことができるようになった。 瓶の博物館共土室と瓶の博物館を持つ旧、レクトールシューレ博物館は、酒造業者、ヤンテンドールンカートが35年間にわたって、収集いた約4500点のアルコール飲料の容器コレクションを展示している。この村落共同体には、多くのクラブ、協会が組織されている。シュットイーゼンゼー射撃協会 1901EV は、会員数約770人を要する。 ニーダーザック選手でも大規模な射撃協会の一つである。ラントユゲントイーゼン税は2005年11月11日に設立された。ありがとうございます。